プレーの絵の魅力は、まあ、これもそうなんだけど、チュニジアにまあその彼が行って、この、 あのファブリー の、 あのパウル・クレイのこのだから薄い画集なんですけど、大きい、これを高校1年生の時に買ったんですよ。子供の頃からクレイが好きで、それで高校に入ってその美術部で絵を描くようになったんだけど、やっぱその時に、まあ、お手本じゃないんだけど造形ね、形とか色とか線とかっていうようなこと、抽象ともちょっと違うんですけど、そういうものがまあすごい好きだった。絵心っていうか、それの始まりでスイスに憧れるようになって、大人になってからもアートバーゼルに行ったりするっていうふうなことは、その頃はまあ分かんないわけだよね。見えない糸みたいなものがこうつながってって、クレイにやっぱ導かれて、今もチュリヒ行ったりバーゼル行ったりベルリン行ったり、クンサハレベルンっていう、まあ、ハラルド・ゼーマンっていう、まあ、僕が好きなキュレーターが昔やってた美術館もあるんだけど、ベルンのクレイセンターっていうところがあって、クレイが今から140年ぐらい前なんですけど生まれたところ、そこに渚とも一緒に行ったりしてさ、可愛いものもいっぱいあるんだよね。それはクレイが自分の子供のために作ったパペットっていうかな、人形みたいなものも展示してあったりとか、とても素敵なところで、今までも何回も行ってるんですけどね。スイスの縁みたいなものをクレイが開いて、今もどんどんそれを広げてってくれてるなみたいな形なんですよね。クレイの絵の中でどういうのが好きですか？クレイの絵の魅力は、まあ、これもそうなんだけど、チュニジアにまあその彼が行って、まあ、南の方の色と形にやっぱ目覚めるっていうことで、色もすごい好きなのね。神秘的な色だったりとか、ちょうどスイスっていうのはやっぱ南がイタリアと地中海だから、北方ドイツのセンスもあるんだけど、やっぱ南に憧れてるから、その感じが好きなんだと思うんだよね。明るさに開かれてるっていう感じだと思う。それが一つで、二つ目にはやっぱ線とか形なんだよね。このパウル・クレイのこの画集は、安藤津子さんっていう、まあ、フランス文学者の人が解説書いてて、高校1年の時に読んだ時に安藤津子が何者かもちろん知らないわけなんだけど、その安藤さんが書いた本とかが好きになって、安藤さんに、独特老人っていう本の中で自分30過ぎぐらいの時かな、インタビュー行ったりするということになって、縁があるもんだなと思ってさ、全部このクレイのファブリのこの何画集から始まってるみたいな感じです。安藤さんがクレイの言葉を引用しているところがあって、芸術家が再現するのは自然そのものではなく自然の法則であるって書いてある。
だから写実的に風景を描くんじゃなくて自然の法則っていうものをアーティストは描くものなんだって言ってて、パウル・クレイは全くそういうことをやった人だと思うんだね。子供ながらにつらつら見て、そういう色彩のものもあるんだけど、その植物とかをテーマにしたものっていうのは、これとか庭なんだけど、子供の頃にやっぱり庭が好きだった、植物が好きだったから、やっぱ反応したんだと思うんだよね。まあ、これはまあいわゆる植物の力みたいなものをテーマにしてクレイが描いた絵なんだけど、植物がこう種からその芽が出てきて線が出てきて花になったりするっていう風な不思議じゃない、そういうものって。だからそういう感じは今ガーデン今やってるのに本当に結びついてるから、不思議だなと思います。スイス料理っていうのはチーズとかハーブとかいろんなものをやってんだけど、それを今日作ってくれるんだよね楽しみにしてます。今日はこれを作ります。よし、後藤凪さんの実験クッキング実験、作ったことのない料理を作ります。ちょっとこれからね、これはじゃがいも、前の日に茹でてあります。茹でたじゃがいもを千切りにしていきます。なんかね、すりおろしても難しいんだけどさ、今回は千切り。ちょっと中がシャキッとするぐらいの硬さに茹でてあります。
パウル・クレー。え、それそんな掛け声、パウル・クレー。まあまあ、クレールにはトルコーナーさん、これも今まで中では一番そうだよな。実験料理は前ね、実験どんどんやって実験です。実験ウェルカム。ハンガリー料理だよ。ハンガリー料理美味しいよ。グラーシュ、グラーシュ、グラーシュ。